どうも、暗号通貨ニュースの時間です。暗号通貨のランキングやその通貨の動きを知るためにはコインマーケットキャップっていうのが有名なんですけども、このねコインゲッコっていうのも割と使いやすいんですよ。まあゲッコっていうとイモリとかヤモリみたいなね、そんな感じなんですけども、この左上にね緑の可愛らしいイラストが書いてますよね。私はこれをよく使ってるんですよ。まあ使い方としてはね、まずは見出しがここにあります。ここにね小さなニュースが入ってるんですよ。時価総額別の暗号通貨価格と書いてますよね。現在の、仮想通貨暗号通貨の時価総額が 1.67 兆ドルって書いてますよね。これが237兆円ぐらいですか。だから日本の国家予算2杯分ですよね、一般会計の。まあ特別会計とか言ったらねもっとでかくなるんですけども、だいたい一般に知られている日本の国家予算会計の2倍ぐらいあるよってことなんで、とてつもないでかい、その時価総額ってことがわかります。以前ね暗号通貨が盛り上がった時に日本の予算に匹敵するほどのマーケットですよって言われた時期があります。2017年ぐらいだったと思いますけども、あれから資金の流入ってのが倍ぐらいになったってことなんですよね。だから凄まじいお金、その間に各国の財政出動などもありましたけども、余剰資金が暗号通貨にボンボンぶっ込まれてきたってことになります。そして2023年の秋から冬にかけて、そして2024年もさらにですけども、通貨がねどんどん法定通貨がこの暗号通貨業界に流れ込むというふうに言われております。で、平たく言うとむちゃくちゃ値上がりするよってことなんで、暗号通貨別に今からでも全然間に合いますからね。だから少しずつでも参入した方がいいと思います。もちろん数十倍数百倍っていう流れはもう来ないと思います。ただし、まあそうですね、昔の銀行金利みたいに、まあ、10年で倍みたいなことは結構起きますんでね、そうなってくると、まあ、リスクはね必ず、こういったものにはあるんですけども、暗号通貨のランキングの高いものに関しましては有料な株を買ったりとかね、有料な銀行に預けておくみたいな感覚で、一部資産を移しておいてもいいのかなと思います。そしてお金のない方は1000円とか5000円とかっていう単位でもいいんでね、ビットコインなどイーサリアムを主要な法定通貨を買うことはお勧めします。これはねこの放送でもこれからも細かくそのコツをお話ししていこうと思いますけどね。で、基本的に爆上がりとかっていう暗号通貨も当てになりませんから、そういったわけのわかんないインフルエンサーの言うコインは絶対に買わない方がいいと思います。もうこれからね固くいく時代です。暗号通貨も今までは挑戦とリスクだったんですけども、詐欺コインの中にねもしかしたら黄金があるかもなみたいな感じで、ほとんど黄金はなかったわけなんですが、これからはね固い通貨をいかに固く設けていくかってことになります。まあそういう風にだんだんなっていくわけなんですよ。だから数十倍数百倍っていうのもありませんのでね、一気に資産を増やす方法は暗号通貨ではありませんけども、まあねそうですね、少しずつちょろちょろと稼ぐっていう分には十分見込みが立ちますんで、その意味数千円数万円で挑戦するにはまあ悪くはない話なんじゃないかなと思います。さあ過去1日の仮想通貨の取引量は932億ドルとなりましたので、結構でかいです。そのでかさっていうのはこれから分かっていくと思います。で、ビットコインの優位性は 50.6%、 優位性って言葉もねこれから説明していきますね。で、イーサリアムの優位性は 16.8%、 コインゲッコは現在11,346 種類の暗号通貨を追跡しています。ですので暗号通貨のランキングが1万個ぐらいあるってことですよね。その他にも本当に数えきれないぐらい今暗号通貨っていうのが生まれてます。もちろんね暗号通貨っていうのはプロジェクト内でこっそりと使われているものと、あとマーケットからお金を集める意味で一般公開しているものとありますけども、まあ基本的にはね上位コインが当てになると思って、買いコインっていうのは一か八かと思ってください。現在業界で最大の値上がりは、なんか読みにくいですけどね、ランチってやつと、リックってやつと、読みにくいですけどね、スタックってやつと、ガバってやつと、トークン暗号通貨ですということでね、何のことかわからないですけども、これ多分ね、これとこれなんですよね、2種類ですね。この2つのコインが結構いいんじゃないかなってことで、値上がり幅が報告されてます。これ後ほどちょっと検証してみましょう。で、一番右側にここ暗号通貨の見通しが書いてます。緑だと値上がりしてて順調ですよってやつです。で、赤いやつはちょっと値上がりがね、行き詰まってますよとかやつですね。で、買いのチャンスが来てるやつはここにサインが出てますね。ですから別になんかおかしなツールを有料で買う必要はありません。こういう結果のこの指標ってのは当てになりますんでね、いろいろありますよね。テスラとかありますよ、で今ねすごく調子が良くってずっと1ヶ月ほど値上がりっぱなしなんですよ。ビットコインも今年の初めて1月ぐらいは250万ぐらいだったんですけども、3倍ぐらいになってもう700万にね復帰しようと思っ
してますしね。イーサリアムも一時期の50万に迫るような価格ではないんですけども、長かったね20万円台を突破して今30万が底堅くなってます。でその他 XRP は一時期に比べて値段が下がりましたけども、まあ100円前後が、ここのところの適正価格なのかなと思います。そして我らがカルダノは急速に値を上げて今ね結構いい価格になってます。もう70円も近いんじゃないかなっていうところですね。まあ50円を切るような価格っていうのがね結構あって、冬の時代は長かったんですけども、それからドージコインと柴犬はこれからちょっとチャンスが来るんじゃないかなというふうに思っております。柴犬ね、柴犬なんて安く買えますからね、こういうのを買っといた方がいいですよ、柴犬ね。ほら 0.001349 円とかですからね。だから1000円やったらどんだけ買えるんやってことですよ、これはまあ100倍とかにはならないでしょうけども、ただこんなふざけたコインでもね上位に食い込んできてますからね。ライトコインなんてもっともっと老舗ですよ、真面目にやってたコインですよ。なかなかこれが日の目を見ないということです。ビットコインキャッシュだったね、一時期はビットコインに変わるんじゃないかって言われてましたけども、完全にサブコインになりましたね。まあその他やっぱり私もね2014年から暗号通貨やってますんで、見覚えのあるコインと思い出が語れるコインがねもう山のようにありますね。ただ1万種類以上のコインができてしまうともうわけわかんないです。例えばね、ゼンフィンネットワークっていうのがあるんですけども、ここに検索窓があるでしょ。 XDC で検索していますね。私のずーっと追っかけていた XDC なんですけども、これはね100以下から来てたんですよ。で1円とか2円うようよしてて、適正額は10円前後ですよってお話しましたけども、あれから 7.15 円までつけてきてね、でもやっぱり値段下がってたんですね。180で、ここ180日の動きを見ていくと10円を超えた時期はあったんですけどもね。それからマックスっていうと誕生してから今までの動きです。最高値で20円だったんですよ。だから私の適正だと思ってた10円を大きく超えて20円になった時期があって、そっから今だいたいその半値ぐらいで落ち着いたかなってところですね。XDC、これはねリップルに代わる通貨って言われてるんですけども、本当に無名だった時代に私が見つけて、これは伸びるなと思ったんでね、仕込んでもらったやつです。まあ私の今の放送を聞いてる人の中にはね、ああ懐かしいな、そんな話してましたよねって方は非常に少ないと思いますけどね。はい、まあコインゲッコはこんなところでございます。まだまだ暗号通貨全然チャンスがあります。ただし爆上げのチャンスはありません。爆上げのチャンスは全部インチキだと思った方がいいです。でも確実にね、本当に年で 10%、20%、50% ぐらいだったら上がります。倍以上になる通貨はあんまり求めない方がいいと思いますよ。そういうのよりも少しずつ値段が上がっていく、しかも放置でみたいな感じで育てていく通貨だと思ってください。まあその解説もこれからどんどんしていきますんでね、よろしくお願いします。それでは。